これ床の間ですね。床の間を塗り替えています。まあ、漆喰にちょっと塗り替えようと思うんですけど、見てわかるかどうか、この前掛け軸が、昔の持ち主が掛け軸をかけていたところが少し剥げていて、まあ、この色もあんまり好きじゃないなと思って白にしてしまおうと思います。漆喰に塗り替えたいと思っています。で、まあ、こういう作業って、まあ、面白い、まあ、人にもよるかもしれないんですけど、自分はこういう日曜大工ってすごい好きなんですよね。それでこういう日曜大工をしながら、そしてゲストをお迎えすると。で、Airbnb のシステムってこう家を開放して、そして、まあ、自分のお小遣いにもなって、こう国際交流なんかもできたりして、そこからまた人がつながっていって、あ、じゃあ今度はあなたのところ遊びに行くねみたいに、どん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 ここにいながらにして人の輪が広がっていくっていうのがすごく面白いなと思っています。で、語学なんかも覚えようっていうモチベーションにもなりますし、その中で自分もフランス語なんかはちょっと覚えてみたいなっていう言葉の一つになっていますし、実際フランス語にフランス語圏に住んでみて、まあ、現地で耳でフランス語を覚えたいなっていう風な意欲というか、まあ、思い気持ちっていうのが生まれたりしてます。だから Airbnb こういう風に広い家に住んでいて、まあ、広い家じゃなくてもいいんですよ。すごく小さなお家でも少し隙間があって、ここを共有スペースにして、ここを貸し出してあげようっていうことにしたら、もう簡単に Airbnb ってできるんで、おすすめですね。ということで、今、まあ、壁の塗り替えをしているという、まあ、そんな風景でした。作業時間としては目標は3時間。まあ、スタートしてから、あ、これちょっとビデオにも撮っといてご紹介したいなと思ったんですけど、まあ、3時間ぐらいで済むんじゃないかなと思います。で、こう、ゲストさんから、まあ、いただいたお金ですね。ステイ代としていただいたお金で、まあ、言い方ちょっと悪いかもしれませんけど、家が補修できて、そして、まあ、次のゲストの方には気持ちよく、ここにステイしていただけるということで、入ったお金をそのままこの Airbnb に還元する、まあ、お客さんに還元していく、そうすることでもっともっとクオリティの高いゲストハウスになっていって、もっと喜んでもらえる場所になっていくと思います。結構ね、侮れないな、まあ、うちはそんなにAirbnb でがっつり稼ごうというふうに思ってなくって、まあ、その割には価格が高いじゃないかって思われるかもしれないんですけど、それはあんまり来ていただきたくないっていうか、お客さんを価格で選んでいるというか、まあ、うちの場合は、まあ、ベースの価格が、まあ、そこそこ高くて、古民家なのに85ドルですかっていう価格で、そこにあと1人ずつ増えるごと20ドルずつ上がっていくっていうシステムにしてるんですけど、こうなると、まあ、1人では来にくい、2人でもまだ高いで、4人以上になると、まあまあお得かなっていう感じになってくる値段になっているので、まあ、来るんだったらどっさりガボッと来てね、できたらファミリーで来てね、で一緒に楽しもうねっていう感じの価格設定にしているので、まあ、年間言ってもそんなにないです。1ヶ月に1回ぐらいを目安に設定しているんで、まあ、さっきも言いましたけど、これでがっつり稼ごうということはないんですよ。これで、まあ、多少家が補修できて、国際交流ができて、あ、語学覚えようっていうモチベーションになって、そして、まあ、来たゲストの方に東京大阪京都とは違う、また日本の古き良き、まあ、田舎百姓家ですよね。こういう、まあ、田舎暮らし体験、いろりがあったり、そして五右衛門風呂があったり、で目の前にはもう自然いっぱいの、まだ手つかずの、まあ、手つかずのったらちょっと言い過ぎですけど、すごい空気が汚染されていなくって、水が、まあ、川からそのまま飲める、裏の山から下ってきた水がそのまま飲めるような、そんな場所が日本にもあったのっていう、まあ、そんなところを体験していただければいいなというふうに思っています。まあ、Airbnb もしどうやってやるのかわからないなという方は、少しやり方なんかもご紹介できますし、実際ここに来てみていただいて、アドバイスなんかもできるかなと思いますので、ぜひうちに遊びに来てください。その頃にはこの壁が、床の間が、もう少し綺麗になっているかなと思います。まあ、ここだけの話、ここの板がふにゃふにゃとしているので、まあ、乗っかってもらったら困るんですが、これももしかしたらあなたが来ていただいたら、そのお金でここを補修していくことができるかなと思うんで、ぜひ来てください、お願いします。ということで、最後はちょっと Airbnb の説明じゃなくて宣伝にもなってしまったかもしれませんけど、ぜひ
生でお会いしたいなと思います。こういうふうな動画やあの音声で喋ると生意気なんだけども、会ってみたらすっげえいいやつじゃんってよく言われるトカキートでした。ではあなたのお越しをお待ちしています。チャオ。